どうもアガポニです。今回はチャンピオンとなったすぐりの倒し方についてです。それでは早速いきましょう。すぐりとバトルをするには事前に四天王を全て倒しておく必要があります。倒した後にブルーベリー学園のエントランスロビーに移動して受付に話しかけることでバトルができるといった感じになってますね。早速倒し方ですが、すぐりが最初に出してくるのは海竜とニョロトノになってます。その上で登場時にニョロトノの特性雨降らしによって天候が雨になります。雨状態は水タイプより炎タイプ不利となってしまうので、できれば他の天候に上書きするのが無難です。で、技を使って上書きする場合行動1回分損してしまうので、こっちもね特性を使って別天候に書き換えてしまうのがおすすめです。ただその場合ニョロトノよりも素早さが遅いポケモンである必要がありまして、私は雪の王の特性雪降らしで天候を雪にしています。その上で海竜ニョロトノの弱点はこんな感じになってますね。なのでまずはマスカーニャのトリックフラワーを使ってニョロトノを一撃で倒してます。で、海竜の方ですが、暴風を使われた場合弱点じゃなくても耐えられない可能性が高いので、事前に HP 最大時に瀕死になる技を受けても HP1 で耐えられる、このね気合の助けを持たせておくと安心かと思います。気合の助け自体はテーブルシティなんかにあるデリバートポーチで購入することができますね。で、私の場合マスカーニャが悲しまないようにで踏ん張ってくれたケースになってます。それとこのすぐりの海竜は HP が最大の時に受けるダメージが半分になる特性マルチスケールというのを持っているので、倒すのが厄介な相手になってます。とはいえ長く残っていられるのも不利なので、雪の王の一撃必殺絶対レードを使ってます。絶対レードは命中率は低いんですが、当たりさえすれば一撃で倒すことができる技になってます。海竜はね初手ポケモンなので、もし絶対レードが当たらなかった場合は直前のセーブデータからバトルをやり直すというのも手かと思います。一応注意点としては、絶対レードは相手のレベルの方が高いと失敗するので、雪の王のレベルは90以上にしておくと無難かと思いますね。次はポリゴン Z とガオガエンですね。弱点はこんな感じになってます。ポリゴン Z の弱点は格闘のみなんですが、他の技でも十分倒しきれるかと思います。私はマスカーニャのトリックフラワーで倒してますね。で、ここで相手のフレアドライブで雪の王は倒されてしまってます。で、次はオーロンゲですね。弱点は毒鋼フェアリーとなってます。で、こっちの雪の王の代わりとしてはマリルリを投入してます。で、オーロンゲはリフレクターを使って物理防御力を高めるので、ちょっと倒しにくい相手になってますね。ただガオガエンの方はアクアブレイクで一撃で倒してます。で、最後のポケモンカミツオロチですが、テラスタイプが格闘なので弱点は飛行エスパーフェアリーとなってます。とはいえまずはオーロンゲが邪魔なのでジャレツクを使って倒してます。ただジャレツクは物理技となっていまして、リフレクターでダメージ軽減されてしまっているので、弱点をつける特殊技が使えるようであればその方が効果的ではありますね。で、ここでねマスカーニャが倒されてしまうと思ったんですが、またね悲しませないという思いで持ちこたえてくれましたね。で、カミツオロチは専用技としてキマグレーザーというのを使ってくることがあるんですが、これは確率で威力が2倍になるという強力な技になってます。ただこれはドラゴンタイプの技なので、フェアリータイプで対抗すれば無効化することができます。フェアリータイプはね攻撃面でも弱点をつけるので、カミツオロチに苦労する場合はフェアリータイプで対処するといいかと思いますね。こんな感じで倒すことができてます。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。